ハイサイ、ハイタイ、ハシペアです。イエーイ。はい、ということで今日は今からカフェビーンズに行ってきたいと思います。はい。なんかね、結構ね、なんか中道に入ってったところにあるからさ。そうだね。ね。隠れ家的な感じで。隠れ家的な感じでね。うわ、あっこじゃね？あれじゃね？もうジブリやん。確かに世界観がね。ジブリだ。なんかあれだもんね。いそうだもんね、なんか。いそう。いや、いいね。てなわけで本日は今からそのビーンズに行ってランチをたしなんでいきたいと思います。はい、それでは行きましょう。レッツクリック。さあさあさあ向かっていきます。トトロいるんじゃない？トトロいそうだね。やっぱ沖縄の森ってなんかね、そういうとこあるよね。メニュー表がなんかん、このあれみたい。何？古文書みたい。古文書？すいません、こっちが食べれるお花なんですよ。えー、でそれをトッピングして、はい、飾ってお出しします。どれがいいかな。このお花を飾って、あの食べられるお花なんです。はい、下のやつ。そうですね。かわいい。めっちゃかわいい。やば、花を食べるなんて小学校以来。帰り道ね。そう、帰り道なんか積んでね。どれが人気ですか？そうですね。はい、こちら行きましょうか。はい、じゃあ、いや、美味しそうだね。めっちゃ美味しそう、やばい。食べちゃった、食べちゃって。せーの、いただきます。美味しい？美味しい？どんな味？トマトソースなんだけど、うん、なんかクリームがちょっと入ってるみたいで、おは？まろやかです。めっちゃ美味しい。見て、コーヒーのこの器。おしゃれ。なんかさ、しっかり成形した後に、あっ！やった。本当にそうしてるかもよ、もしかして。ね。あー、出た、その食べ方。そう、丸めていっちゃうタイプなんですよ、私。丸めて一気にいっちゃう。そう、耳も先端も同時に食べたいタイプなんで。いただきます。なになになに、かわいいピザっていう味。かわいいピザっていう味。かわいいピザっていう味。じゃあ、なんか誰でも食べやすい感じ。あ、そう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 。なんか伝わるかな。伝わる。ケーキが来ましたよ。はい。いただきます。はい。花、うん、の味、うん、が、うん、するない。ですよね。ないけど、ちょっと食感がね、シャキシャキみたいな。そうね、花シャキシャキだね。花シャキシャキってなって、うん、でもあるだけで可愛いから、うん、いいな。確かに確かに。ちゃんと噛み締めて。俺の好きなタイプの方をします。ね、最高。最高です。最高です。はい、ということで今日は、はい、カフェビーンズさんに遊びに来ました。はい、すぐそばがこの木々が生い茂ってて、うん、自然を感じつつ、そう、こう店内がなんか非常にこうおしゃれで、うん、で、3姉妹の仲いい3人が、うん、経営してるんですけど、うん、めちゃめちゃね、その3人の仲いいこの話し声とかを、ね、聞きながら、ちょっとなんか落ち着いた雰囲気でご飯が食べれたっていうところが
なんかこういいなって感じがしましたね。そうだね、めっちゃアットホームで、うん、超いい人たちだし、そう、なんだろう、お家に帰ってきたみたいな感覚だった。そう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 。いやもうぜひ落ち着きたい時に来たらめちゃめちゃ落ち着くかなっていうカフェでした。はいはい、ぜひ来てみてください。ということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もう今度はしましょうがないパターンいやね、お、あ、いいがないパターンは結構これまでやってきちゃってるから。そう、今お、あ、いいが聞こえたから、うんうん、ちょっと安心してた。安心しきっちゃったでしょ、うん、だからこそ、うん、しましょうの部分を消すっていうねうわ、白飛びだばー